寝取られ専用マゾチンポさん、布団ちゃんっておしっこしたい時いつもどうしてる？おしっこしてる。意味が分かんない。おしっこする。ありがとうございます。ガンダム、ザーメンさん、ある子とエッチした時に俺のフォアダイスを見て性病でしょって怒るんだよ。2時間全裸で性病じゃないって説明してなんとか解放されたんだ。1週間後そいつらコンジローマちゃんだったことが判明したよ。じゃあその子が性病になってたからきっとだからトラウマみたいになったんだね。まあそれはあれだな、ほんと、まあわかんない。もしかしたら、いやでもそれあれだったな。まあ彼女じゃなくてよかったね。ある子だからきっとセフレなんだろうな、きっと。暗黒放送の横浜緑さん、フトンちゃんがおすすめした女、俺も金で変わってきたわ。結構ハードなことさせたけど具合が良くて2回出した。次は円盤でもさせようかな。教えてくれてありがとう。ちょっと 何言ってくるか分かんないです。200L 感謝します。マリンチンポアネットさん、提案でクズのバトルリーチ中に仲間参戦で心霊度 74%、 6回連続で外したこともあるし、そんなもんよ。テアンデークズって何？あれか？あのゲンさんのこと？多分だよね。はい。みそのさん、藤野葵ちゃんっていうグラビアの子がパイパイ泳ぎととってもおぬぬめだよ。400回します。ありがとうございます。オーマイガーシー、先週肺気胸で死にかけて入院した。結構肺気胸っていろんな人がなるもんなのか珍しいものか不安じゃ。布団じゃの周りになった人がいますか？まあ、あの内因性かなんか外因性っていうか、なんか結構痩せてる人がなったりしたりとか、あとくしゃみとか咳払いとかでもなったりする人いるんすよ。であとは肋骨折れてそのままあのフレイルチェストつってさ、肺気胸になったりする人もいるんだけど、まあ、結構いますよ。交通事故でなったりもしたりとか、あと痩せてる人がなったりとかね。お大事にしてください。さまよいよりさん、にあげる感謝します。ありがとうございます。大回転毘沙門天 G さん、最近コミック L を、抜きまくりすぎて3次元の女の子で抜けなくなりました。再び現実の女体に興奮を覚えるためにはどうすればいいかアドバイスください。にあげる感謝します。まあ俺もそういう時期あるんだよな。時期あったんだよな。その俺あれだよ、コミック L をではないけど、やっぱりその2次元の本が好きで、そうだね。なんかそうなんだよ。今おまんじゅうさんが書いてるけど、わかるんだけど、いつか帰ってくるよ、ほんと。あれってこれどうしようと思ったんだけど、いつか帰ってくる。絵に飽きてくるのと、やっぱ、なんていうのかな。絵も無限じゃないからさ。そう、自分のやっぱり好みの絵がずっと、なんかあるわけでもないから。なんかちょっと違うな、みたいなシチュエーションとかも。まあ、大丈夫ですよ。ヨジハムさん、とりあえず一発抜くべ、師走の沖縄のプリーズフリーズプリーズってエロ漫画が最高だから読み上げる感謝します。ありがとうございます。ここ何エロ漫画を教えるコミュニティになってきたの最近だ。シミだらけの抱き枕、ランク F さん、苦楽を共にし散っていた仲間たちのためにいつか敵討ちに行こや。ありがとうございます。ノグさん、この実況が最終回を迎えた時にさよならバイバイを歌って死んだ仲間たちにお別れしようよ。最終回、迎えた時に、そうですね、さよならバイバイ歌ったら泣いちゃうかもしれません。にやける感じします。肉屋のこととかが思い出してフラッシュバックして怒りを覚えてしまうかもしれません。高田健志郎さん、松本くん、ジェクト倒せたよ。どうやらいろいろ試した感じ、ブレイク系の状態以上は効くようで、数回の思考で倒せたよ。学生の頃にシーモア倒したあたりまで飛ばせたから、ほぼ初見で楽しかったな。めちゃめちゃ羨ましいな。今何歳か知らないけど、高田健志郎くんが FF10 ねえ、学生の頃にっていう方も俺と同い年ぐらいかもしんねえな。にやける、おめでとうございます。感謝します。マッツさん、前々回布団ちゃんが俺の友達の古谷に結婚おめでとうって言ってくれた動画見せたらクソ喜んでたから、ムカついたから離婚する乗りこくれた。それが不幸になる呪いでもいいぞ。お前な、何そのアンビバレンツな古谷への思い。いいじゃん別にそれで。いいじゃん。にやける感謝します。ノック君、みんな何かみんなで YouTube、 あ、これさっき読んだね。にあげる感じます。脇ガーシーさん、昨日の次です。バーサーカーの性的魅力を教えます。バーサーカーを武装している女の子だと想像してみてください。その武装した女の子がなすすべなく快楽に屈服する姿を想像したらたまりません。わかります？いや、さあ、ちょっと待ってくださいね。バーサーカーっすよ。バーサーカー、バーサーカーが女の子
何を言ってるんだろう。あ、いやもう飛ばなくなっちゃった。もうさ、あの見えなくなっちゃったからいいや。ちょっと何言ってるか分かんないっすね。ちょっと何言ってるか分かんないです、すいません。分かり合えないけど、でもそういうのは俺は否定しないですよ、うん、否定しないです。ノック君、泣きさにやける感謝します。ポンルイさん、マセイオ君、高ランク同士の配合は意味がないぞ。異界配合っていうのは両親の位が高い方よりも異界が高い2匹のモンスターが生まれるシステムなんだ。だから型はどんな雑魚でもいいんだ、もったいないことして。あ、そうなんだね。あ、知られたわ。へえ、分かった。ちょっとそれ意識していくわ。同じランク同士じゃなくて、まあ高いのと低いのが差が離れてる方がいいんだ。へえ、意外だね。エンプティダンプティさん、布団中仕事が終わらなくて見れないよ。もう終わってるかな、2時間前にやがり感謝します。みかんの山さん、頑張って布団ちゃんに布団ちゃんカルタあ行編を送ります。これなんか前みんなで見なかったっけ。ありがとうございます。にやがり感謝します。あれだよね、あのなんか肩抜き肩はめみたいなやつ、あの作ってる人でしょ確か。さちがみつきもぶさん、布団今誰に保護されてんや、わい助けるで。にやがり感謝します。いつもさちがみつきもぶもありがとうね、あの役割を担ってくれて。お前も本当は普段あれだろ、朝起きて歯磨いて、あの顔洗って仕事行って昼飯食って帰ってきてしこって動画見てくれたやつだと思うんだけど、こうやって今日も今日とてさちがみつきもぶをあの演じてくれてありがとう。お前のこと俺好きだぜ、ありがとうな。ゼムサさん、マチャオ終わりはそろそろ寝ます。そこでマチャオ10年後も配信やってと思いますか。にやける感謝します。あのやってたいなと思います。はい、やってたいなと思ってる。だモチベーションが果たしてっていうのは不安なとこはある。あのやってたいなっていう思いはあるんだけど、やっぱり本当そこなんすよね、うん、俺のそのモチベーション続いてるかどうか、うん、で俺はだから自分が続くためにいろいろ動いてるわ。モチベーションがちゃんと続くためにきっとこうあったら俺のモチベーション高くなるからこう動こうっていう立ち回りはしてます。それは秘密だけどね。シャッターさん、マチュアのテリマン配信見たら、見ながら飲む酒は格段にうまくて、今日はベルギーのビール、指名医のゴールド飲んでました。マチュアの好きなビールなんですか。にやける感謝します。おースパドラ、うん、俺ビールね、あの星のやつ好きだな。俺ビールほんと飲まないんだよな。俺がビール飲んでるとこってほとんど見たことないっしょ。札幌黒ラベルか、あれ好きっすね、あのビールの中では、うん。ナイティースカイさん、マジで連日配信助かるよ、マチオ。400回感謝します。あとコロナ好きっすね。あの、ライム突っ込んで。うん。太郎さん、僕は家でうんちをした後、ウォシュレットをした後にシャワーでお尻洗ってます。だからなんやねん。200ケール払って報告することかい。なんやねんそれ。モロニームさん、魔王ダオススカウトメイト、脳汁やばそうだよ。やばかった。ありがとう。本当によかった。感謝します。岡本慎太さん、ワイトキングスカウト成功メイト。ありがとうございます。友梨さん、パーティー全滅からワイトクイーンスカウト成功まで見れるような布団ちゃんの配信だけ、今日ほんといろんなことあったな。凝縮さ、なんかほんといろんなことあったな。マジで。頭追いつかねえわ。悲しいのと嬉しいのがいろんなごちゃ混ぜになってさ、あの最終的にはなんとか、はい、なってよかったなって思ってます。最後に見てください。僕のワイトクイーン。はい。ワイトクイーンの、そういえばそう。メラニー弱い、デインに弱い。あ、弱いの結構あるね。でもザキオ半減、毒オ半減、マホトラ半減、ルカニオ半減、イオ無効、バキ無効、ヒャド無効、ドルマ、あ、炎に弱いんだね、じゃあね。炎、デインに気をつけなきゃね。へぇ、意外に眠りんとかにも弱いんだな、知らなかった。はい、ホームしか覚えてませんが。うん、まあ、すごい体勢ですね。まあ、頑張っていきたいなと思います。またじゃあどこかでお会いしましょう。明日。さようなら。とても今日良かった。またね。